you're running out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off. 海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは、 WRM のチャパリータです。今回はスペシャルゲストとしてペンツ部でおなじみの小島コーチにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですけども、新しい、ニューラケットの紹介になります。せっかくですので小島コーチ、どういったラケットか紹介してもらってもいいでしょうか。はい、こちらのクロスアイランドというラケットになります。これは私のモデルのラケットです。はい、なんと小島コーチモデル、はいはい、クロスアイランドなんですけども、はい、小島さんのモデルとして開発したんですけども、特徴はですね、小島選手が長年愛用してきたラケットを、そのまま忠実に再現したラケットということですよね。はい、ちょっと特徴的なこの名前、どういった意味があるんですか。私の名前小島渡っていう名前なので、はい、そのまんまそれを英語にしまして、はい、渡る小島で、はいはい、渡る島で、はい、クロスアイランド、アイランド、はい、そしてこのデザイン、はい、ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、黒ベースのデザインになってますね。これは一応その小島さんから要望があって、黒主体で作ってくださいということで、一応僕がデザインしたんですけど、小島さんが一躍有名になった大学時代のその母校をイメージして、こういう配色にしました。はい、では早速、プレー動画、少しね、小島さんのスーパープレー、見させてもらいたいと思います。はい、では動画の方をご覧ください。それでは下動画を見ていきましょう。使用用具はラケットはもちろんクロスアイランド、粒高はネバギバのトリックウェーブ、バック面の裏ソフトはゲオのネクサス EL プロ48になります。この組み合わせは現在の小島コーチの本職の用具となります。最初に伝えておきますと、クロスアイランドのシダ動画なんですが、ほとんどですね、小島コーチのスーパープレイ集です。今更言うまでもありませんが、とにかくペンツ部における全ての技術の質が高すぎます。なので今回はですね、不必要な説明をなしにして小島コーチの素晴らしいプレーをご覧いただきたいと思います。はい、ここまでご覧いただきいかがでしたでしょうか。
端的に言ってこれらの素晴らしいプレーは小島コーチのスキルによるところが大半を占めています。しかしこのシダ動画のプレーはクロスアイランドを使用して行われているということもまた事実です。守備に特化したラケットではフォアハンドやプッシュの質はどうしても落ちてしまいますし、逆に攻撃に特化したラケットでは守備の質が低下してしまいます。ペン粒としてのスキルがあった上でプレー全般より多くの技術を高い質で再現できるのがクロスアイランドの性能であり優れているところです。そして何よりですね、小島コーチと全く同じラケットを手にできるということが皆さんにとって一番のメリットなのではないでしょうか。小島コーチが使用していたラケットは廃盤になってかなり時間も経過するので、同じものが欲しいと思っても手にできないもどかしさを感じていた方も多いと思います。今回ですね、無事にクロスアイランドが完成したことで今後小島コーチの使用ラケットはもちろんクロスアイランドになります。このクロスアイランドを使って小島コーチのような素晴らしいペン粒プレーを目指してみてはいかがでしょうか。はい、でこのラケットなんですけども、小島さんの注文をベースに、僕が作ったので、何かご質問があれば何でも。はい、最初にこのラケットの合板構成については、はい、どのようになっているんでしょうか。合板構成は、小島さんが長年使ってきたラケットの合板構成そのままです。はい、はい、で、具体的にはなんですけど、いわゆる、6ミリいかない薄い5枚合板で、そんな中でもいくつか種類はあって、その中ではちょっと硬めの5枚合板ですね。だから OX の粒の特性が一番生きる合板で、過去の名ペン粒プレイヤーは本当にこれと全く同じ合板をずっと使ってきたんですね。でおそらく意識はしてないと思うんですけど、小島くんも実は同じ合板を使ってたということで、これはもうペン粒にとっては一種の、終着点なんだろうなと僕も感じてたので、本当にそのまま全く同じ5枚合板を採用しました。ここにロゴが入ってると思うんですけど、はい、このロゴですね、はい、このロゴが入ってるってことはどっちが表面っていうことですかね。実はですね、今小島さん粒貼ってる方にロゴ出てるんですけど、これ裏面です。裏です。ロゴがない方が表になります。間違えました。はい。これ理由がありまして、昨今ですね、海外製の粒なんかは赤が透けたりします。そういった時にこのロゴ透けちゃうんですね。そうするとルール上使えなくなっちゃうので、このエンブレムと刻印から見た表面はもう印刷なしで透ける赤も貼れるようにしてます。でそういった中でバック面、こっちに関しては、片面が OX の場合、もう片面は必ずスポンジ入りのラバーになると思うんで、問題はない。あとは黒面だったらもともと透けないので、どういった状況でも大丈夫になるようにこの印刷とは裏面に入れました。はい、この辺もペン粒専用の仕様と言えますよね。はいはい、あとはすごくこう何回も何回も繰り返しサンプルを作ってすごく苦労したところといえば、やっぱこのグリップですよね。はい、結構その小島さんから注文というか、かなり厳しく指摘されたのがこのグリップで、なるべくちっちゃくしてほしい、はい、ということで、ミリ単位で調節して、本当にミリ単位で、はい、やりましたね。だから一般的な中国式のグリップよりかは少しコンパクト、はい、これ誰が握っても握りやすいなって思えるぐらい、手が小さい方とかにもおすすめできるかなと思います。はい、うん、はい、気になるこのクロスアイランドのまず価格を皆様にお伝えしようかなと思います。定価は17,000円、通常はですね、そこから割引をして11,900円を予定しておりますなんですが、初回に限りさらにお安くしようかなと考えております。実際の販売価格に関しましては商品ページの方をご確認ください。そして特典、はい、せっかく小島さんのモデルが出るので、はい、特典をですね、たくさん用意しているという話を聞いたんですけども、はい、そこを紹介してもらってもいいですか。はい、まず特典の一つ目は、はい、今
私たちが着ているこの、はい、ロゴ入りの T シャツになります。はい、これいいですね。はい、あの色も合ってて、JTTA もちゃんとついてます。公認付きで、はい、一応試合でも着れると。はい、はい、こちらが、初回の特典として、はいはい、漏れなくつくわけですね。はい、はい、それ以外にもありますか。はい、2つ目は、DVD の動画の視聴権になります。はい、はい、これは過去に WRM で販売していた DVD、小島さんが出演していた DVD ですね。はい、そちらの視聴権利2枚組の DVD でしたね。そうですね、はいはい、結構2時間長時間なんですけど、どういった内容でしたっけ。ペンツブの方に向けた戦術のパートと技術のパート、2つに分かれた DVD になってます。うん、これはあのペンツブの人にとっては丸々ためになる。まあ、以前はね DVD として9800円で販売してたことなので、それがこのラケット買うだけで同じものが見れるということで非常にお得だと思います。はい、以上がですね新作のクロスアイランドと特典の紹介になります。ただ考えていることが実はこの他にもありまして、ラケットの販売を皮切りにこれから先小島さんがいろいろとペンツブコミュニティのために考えていることがありますね。はい、はい、どんなことがありますか。はい、一つは他のペンツブの方のお話を聞いて、まあ、対談形式でお話を聞いて、はい、それをこう発信していろんな粒高の考えだったりとか、戦術だったりとかっていうのを粒高全体に発信していきたいなっていうのを考えてます。はい、いいですね。はい、あの粒高の人は絶対見たいと思います。そうですね、まあ、いろんな戦術って一口に言ってもいろんなタイプの選手がいると思うので、はい、いろんな人から話聞きながら、はい、戦術界全体の底上げができたら嬉しいなと思ってます。うん、はい、あとそれ以外ではやっぱりそのつぶたかの上手くなり方ですよね。どうやったら効率よく上達していくかみたいな、まあ、そういったロードマップみたいなものも、はい、まあ、作っていけたらそうですね。はい、それ以外には何かありますかね。それ以外には動画の配信だけではなくて、はい、実際に対面で、行う講習会もやっていきたいなと思っております。まあ、さっきおっしゃられたそのトーク、はい、ペンツブトークなんていうのは、まあ、大体目安として月に1回とか、はい、そういう感じで、まあ、更新していく予定でいますね。はい、はい、まあ、いずれもですね、このクロスアイランドをお会議いただいた方を優先的にその見ていただけるような形を作っていこうかなと思ってますので、ペンツブプレイヤーにとっての新しいコミュニティをね、小島さんが先導して広げていってもらうためにもですね、はい、でぜひぜひこちらのクロスアイランドは、ね、お買い上げいただけたら非常にありがたいと思います。はい、以上がこちらのクロスアイランドの紹介と、まあ、今後予定していることの、まあ、お話でした。はい、まあ、それにしてもこのラケット非常にいいものができたと僕も思ってるんで、本当にね、まあ、日本でペンツブといえば小島コーチ、はい、非常に支持している方も多いと思うので、ぜひですねこちらのラケットを使ってもらいたいですね。そうですね、はい、はい、で、このラケットをきっかけに、まあ、ここから先さらにこのツブタカのいろんな、ね、輪が広がっていけばいいなと思うので、はい、なんとこのラケットよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。